残ってる。なすりつけおばさん、さすがおばさん、マッチおばさん、ストップおばさん、やエモいね。どういうことなの。さあ始まりました、プリザーチャンネル。ハローさすです。アコギくん、娘キングくん、ありがとうございます。なんだよなんだよ、ありがとうございます。本当に何をありがとうございますなんだって聞いてるんだよ。また集まっていただいてです。いやいや、そんなやつもいつも集まってるじゃない。言われたらすぐ集まるのがうちらの民族でしょ、はい、民族。またね、ちょっとやりたい企画が出ちゃったんで、いいですか。湧き出てくんね。湧き出ちゃうんです。すごいね。前回やってすごく楽しかったんで、はい、え、前回やってどれやってるか、何だろう、どれだと思います。僕はすごく楽しかったんで。うわ、何だろう、何だろう、分かった、はい、はい、どうぞ。分かってない。もし分かったんだろう、何だ分かった。顔ね。そうだ、もう何年も一緒にいますからね。分かったんだろう、何だ。顔見れば分かります。何何何、はい、川越。いや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 、川越だった。川越はファイナルですからね。あれは寒くて一番鳥肌が。あれは鳥肌が立ったランキング1位です。あれは。川越だよ。分かったでしょ。分かった。はい。あれだね。今日顔むくれてない。ちょっと。顔で絶対にヒアルロン酸打ちました。なんでだよ。なんでヒアルロン酸むくません。だとしたら成功してますよ。あ、本当に。顔全体にヒアルロン酸打って。よかった、6万円。違うんだよ。違う。芸人さんみたい。芸人さんみたい。分かった。だと。あ、ディズニー、ディズニー、GPS？ 一緒に回ったやつ。回ったやつ楽しかった。あれのランキング。あれどうだった？あれは二人で回って楽しかったランキング1位。あ、よかったよかった。楽しかった。何としては1位だった。なるほどなるほど。僕が一番楽しかったあのコンビニのやつですよ。あ、コンビニ。コンビニ多いよね。1000円目指しましょうのやつ。ああ。あれね。すごいね、はい、コメントで大好評いただいてる、はい、あ、よかったです、はい、あの第2弾です。おお、でもうちらは言ってるよ、前々から同じ企画はもうやりません、あんまりって言ってるよ。やるんだ。サスケさん、はい、勉強させていただきました。なんだなんだ、ちょっとだけ変えさせてもらっていいですか。今日の企画は合計カロリーを予想して買い物大食い。どう変えてくるんだろう。前回は1000円1000円目指しましょうでしたけど、はい、今回は合計1000カロリーを目指しましょうです。うわ、カロリーってちょっと待ってよ、より難しくちゃうじゃん。それぞれがどのっていうのもあったじゃん。そこです。前回前回同様、はい、200キロカロリー台はなし、ね、簡単ですからね、割っちゃえば、はい、なるほど。あとじゃあまた振れ幅960キロカロリーから1040キロカロリーまでね。でした前回は、はい、今回はどうします。もう決めてくださいよ。いいんですか。いいですよ、うんうん、じゃあ据え置きでそのまま行きましょう。生ぬるくもせず厳しくもせず。さすがシュートメン兄さん、ありがとうございます。じゃあどうします。もう一絞りしちゃいます。確かにな。30、30、30、30。いや、カロリーって結構や前回の俺らは経験値を積んでるわけだから。確かにな、まあ、やらしい話、能力手に入れてます。そうだ、しかも同じメンバーですから。そうだそう、代表で今から言うだけなんだけど、はい、聞いてもらっていい、はい、それぞれ足引っ張らないように。ヒアルロン3だったんだ。ヒアルロン3だったんだ。年上だったんだ。ヒアルロン3だった。じゃあもう30、30でいいですね。いったろ。970キロカロリーから1030キロカロリーまで。あ、俺らなら余裕だよ。いきましょう。行ってみよう。ファミリーマートに来ました。オーケーオーケー、しょっぱなね。待って待って、なんか晴れてるじゃん。嬉しいな、晴れてるだけで嬉しいな。しかも春の陽気ですね。あったかいね。春のものとかちょっと買いたい。あ、いいですね。ああ、ちょっと桜系ね。ちょっと何よ。200台なしですよ、娘さん。オッケー。あ、多分さっき結構不安な感じ。40ってなんだっけみたいな感じ。カロリーってわかります。取りすぎると太るやつ。あ、分かる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 。これ前が30、30。オッケーオッケーオッケー。100台か300台か400台かっていうのね。オッケーオッケーオッケー。もう前回お金で成功してますから、はい、今日はもう取れ高。そういうことだね。本当、あったかい。他の企画誰か考えといてもらって。次ね。ごめんなさい。もう考えてある。あ、もうあります。あるある。ありがとうございます。そうそう、もう考えてる。それ一発で成功する可能性もあるんだもんね。全然あるよ。そうだよね。じゃあもうこれで終わらせましょう。行ってみよう。行ってみよう。行ってみよう。さあ皆さん買ってきてくれましたか？買ってきました。買ってきてくれましたか？終わったんですか。マジで終わった。これさ、もしここでクリアしたらこれで終わりでいいんだよ。そう、もう今日サスケさんがさっきおっしゃってた、うん、次の企画も発表しちゃおう。一回発表しちゃおう。すいません、確かに確かに。暑くなってきたんで今からプール行ってスライダー滑ってる間におにぎり何個食べれるか。ハードだなぁ。ちょっと胴回りで行きます。金魚からスタートでサスケで。あ、僕スタートで。じゃあサスケさんの終わり。あ、いいじゃん、ちょうどいい。早速じゃあ僕の、はい、僕がまず買った商品は、はい、5種の緑黄色野菜サラダ。おぉ、まあもうこれも知ってくださってますもんね皆さん。サラダ大好き。サラダ、前回もサラダ言ってたじゃないですか。サラダのカロリー71。うわ、えすっごい少ないじゃん。いけるわ。じゃあいけ
っちゃうね。皆さん好きにカロリー使ってください。あ、もうはい。じゃあ私行きますね。娘さんは結構ね腹減ってるって聞いた。確かに確かに。おっしゃってた腹減ってる。こちらです。バン。タンパク質 19.9g のグリルチキン。カロリーは113キロカロリーです。やったなんだね、低すぎない？ちょっと低いか。まあでも2人が前もあったじゃないですか、低く低高い高いで、もうこれ高い求めてるでしょ。はい、求めてる。私が買ってきたのはこちら、生コッペパン。これは高いわ。高いぞ。あん、しかもあん&バター入りホイップ。すごいな。こちらカロリー345。あ、終わった。いい、マジでいいじゃん。合計が529。え、マジで終わるじゃん。終わるじゃん。かませ。はい。はい、私が買ってきた一発で終わってしまう食材。終わらせよ。こちらです。プロテイン。うわ。意外と高い、ね。カロリーは高いんですよ。高いよ。いや、カロリーは高いですよ。そうだね。ね、高いよね。タンパク質が入ってるんですよ。さばば。高タンパク質、これ20g入ってるんで、このぐらいローストビーフと一緒。あ、はい。こちらのカロリーは。はい。117。抑えめかよ。いや俺ね、金魚と俺が低い方行くんかなって思っちゃったんだよな。合計今646。300ぐらい足りなかった。ちょっとキャンセルしてください。プールは、いや次で終われば、まだ次で終わる。まだ昼、まだ昼だから今の時間じゃなくて無理って言われてます。そんな、厳しい。そんな、まあまあ腹ペコでしょ。まあ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 、まだね、まだね。さあマジか。いただきます。みんなの今日の気持ちがこれで掴めたかなっていうのはね、ありますよね。で、こういうの頼むんだろうなっていうのが、傾向が分かった。傾向もね。金魚なんてもう大体も分かったもん。毎回サラダだ、こいつは。でも、伊達さん最初、春っぽいもん言いたいって言ってませんでしょ。行こうと思ったんだけど、甘いものがあって、カロリー高くなっちゃうじゃん。でも、2人が多分カロリー高いかなと思って、こっちにしたの。もう逆に抑えるとか考えないでいいのかもしれない。もうみんなが好きなことやればうちら合っちゃうのかもしれない。そうだ、そっち行こう。そこだわ。終わりました。俺はこれね、今ファミマでね生み出してるのよ、めっちゃ。分かった。お疲れ様でーす。おーし、さっきもキング言ったけど、食べたいものを単純に買ってきたらもう一つできてるもんだから、うん、もういけちゃうもんね。一回行ってみよう。だから考えて、今回はだから俺だけ勝手に予想しちゃって、で気使っちゃってごめん。今回そういう風にせずにダイレクトに。いや僕も本当ごめんなさい、なんか変に誰が何するんだって余計なこと考えちゃってごめんなさい。じゃあもう次は考えずにね。もうもう楽しくやればいいわけだね。もうもう次行こう。次どこに行くか決めないと。いやいや、気遣って、気遣って、ごめん、気遣って。嫌な女子。全然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 、私はいいから、私はいいから。あの人だったら言うかもね。俺は全然いいんだけど、他の先輩は。いた、両方持ってらっしゃる。演じてんだから。え、本当はどうなんですか。本当だったらスライダーの時に出そうかなと思ってたから、おにぎり食べながら出そうかな。出せる、あくまで体の中やってる。俺のさ、本当のさ、出る前に人魚制された。え、なんでなんで。俺の裏が見えた時だけお前ずっとそうやって盛り上がって。でもほら、視聴者さんも金魚がそういうところいいってすごいコメントあるから、やっぱみんな思った。俺だって一日視聴者だ。いや、そうだけど。俺一日視聴者だぞ。次どこ行くの？次どこ行くの？モス、モス行く。モス、行っちゃいます。ね、行っちゃいますか。リベンジだもん。入りたいか。さ、モスバーガーに到着しました。懐かしい。リベンジモス。前回来ただけでしたから。そうだ、来たことは来たんだね。さっき言った通り、変にね、探らず。食べたいもの。もう食べたいもの頼んだら、うちらはちょうどそれになっちゃうんだから。その作戦で行きましょう。じゃあ買いに行ってきます。どうした？はい、さあ、まあもうこれもう終わっちゃうと思います、はい、もう正直食べたいものを選びました。僕も食べたいものを選びました。そうです。これ食べたいと思った、はい、これだったらすごいね。最高じゃないですか、はい、え、これ終わったらどうする。怖いね。怖いね。終わったらちゃんと次の企画考えて。ああ、スライダーはもう一旦ダメで、今日はもうダメです。次なんですか、はい、次の企画はですね、はい、道路工事現場に潜入しまして、地下道で3日間生活です。じゃあ、いいな。よいんで、今から。新しいね。じゃあ、まあまあまあ、誰から出す。じゃあ、俺から言っていい。お、いいですよ。いいよ、こうね、オッケーオッケー。私が買ってきたのはこちら、じゃん、モスバーガー。うわー、まあまあまあ、モスだね。モスといえばね。まあ、ベタなやつですね。シンプルモスバーガー。これカロリーいくつあるの。カロリーが368。食べたいもんだから。食べたいものいったんで。では、私が買ってきたものはこちらです。モスバーガー。一緒です。ほんと食べたことができたんだ。仲良すぎ。あんたの。いやー、やばいやばいやばい、爆発しちゃう。ヒステリック、ヒステリックおばさん368。今736キロカロリー。うわ、もう近づいてる。今はドリンク、ドリンクとかがちょうどいい。ドリンクはいい。私金魚が食べたかったものは、照り焼きチキンバーガー。あれあれ待って、バーガー。いや、高そうなんだよ。奇跡起きろ。これより高いじゃん。いや、150ぐらいだよ、それ。モスさん、はい、ヘルシーで女性人気あります。お、野菜多めだしね。野菜多めだしね。きた、照り焼きチキン
バーガーのカロリー303。あ、でもまだまだ可能性あるんじゃない？1039。うわー、だからカロリー使ってくれればいいんだ娘さんが。どうわかるんだよそれ。どういうこと？ちなみに何ですか？何ですか？私いいですか？はい、私が買ってきたのは照り焼きチキンバーガー。一緒一緒かよ。一緒かよ。仲いいな。ちょうど一緒一緒一緒。相当オーバーだこれ。1342。さっきは300ぐらい足りなくて。やっぱ食べたいもの解放するとこ。でも嬉しいのが、食べたいのみんな似てるっていうのが嬉しいですね。確かに。できると思わなかったね。いただきまーす。見てこれ。うわー。ソースやばい。なんで照り焼きだったの食べたやつ？前、復帰するまで帰れませんで、どんぐりさんだけチキン頼んでたんですよ。食べてみたいなってずっと思ってたんですよね。合わなくてもいいやって思っちゃう。思っちゃう。で、これ自分だけだと合わせに行ってさ、いや、本当だよね。あんま頼みたくないもん食べたらさ、ちょっと嫌な気持ちになっちゃう。揉めちゃいますね。揉めちゃう、揉めちゃう。まあ、揉めないけどね。売ってたよ、今。揉めちゃうって言ってたよ。いや、空気に合わせた。ナスリツケおばさん。ヒステリックナスリツケおばさん。そもそもおばさんじゃないよ。おばさんだよ。何だ、おばさんじゃないよね。303だっけ。もうあっという間よ、こんな。初めて食ったけど、うまっ。うまいね。うまっ。うまいね。いい仕事してますね。じゃ次は、前回言ってない、ケンタとか。おぉ、いいですね。次、作戦どうします？好きなもの頼む作戦やめる。やめた方がいいね。今回ダメだったから。こうなっちゃう。そうだね。ただですよ、ちょっと満たされた我々だったら、もしかする可能性どうですか？まだでも満たされてないね。あら、さすがおばさん。マッチョおばさん。マッチョおばさん。やめてキャラいっぱいあるじゃん。じゃあケンタ、ケンタ行きましょう。さあケンタッキーの前に来ました。ケンタ AFC っていうんだね。はい、 AFC。 最近でも昔から言わさせてもらってます。本当にかなり深い。かなり深い。いいね、いいですよ。深い味ね。ケンタさあ、これもうだからどういくか合わせに行きましょう。考えて一回ちょっと考えてね。それでは行ってみましょう。3店舗目。誰から行く？じゃあ私から行く。はい、行こう行こうか。娘さんお願いします。行きますよ。召し上がってきたらこちら、ババン、照り焼きツイスター。おー、いいだなー。棒棒担当よって。あるんだね、担当。担当あるんですね。担当あるんだ。これはですね、360カロリーです。結構じゃん。もうすごい、もうすごい来ましたね。もうだからやったろと。じゃあ私買ってきたのは照り焼きツイスター。一緒じゃん。モスから大体一緒になってるよ。今720160160160とか。ドリンクもあるから。そう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 。まあまあまあ、ピンキリだからね、ケンタさんもね。そうなんです。任せてください。あ、私これです。バジルレモンツイスター。おいおいおい、ツイスター。腹減ってんじゃん。まだねじるね。すごいカロリーみたいな感じで皆さん思ってる。え、あ、そうか、味違うから。違いますよ。はちょっとやっぱりあるな。バジル、レモン。うぅ、さすがです。こちらのカロリー309です。ちょっと待って、ちょっと待って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 、え、1じゃない。ちょっと待って、1029。ほら1、ほらギリギリ平均だから1キロカロリーだったけど。お茶お茶お茶。あ、ケンタの水売ってる。うわあ。で、この人水好き。終わっちゃうか。終わっちゃうか。まだ可能性あるってことだね。私金魚が買った商品はこちら、カーネルクリスピー。1かな。いや、2だって。カロリーは頼む119。うわー、1148キロカロリー。だどっちしろ22で分からなきゃいけないんだね。でもこれマジでこれが3だったら言ってた。そういうことなのよ。言ってたわ。だから食べたいものをちょっと行き過ぎちゃったから、喧嘩したくないよ、したくないんだけど、そういうことだね。ね、この2人がね、これだったら。だからちょっと、え、え、え、仲間、仲間、え、ケンギもそうなのか。いや、そんな言い方してないですよ。ようこそ。いや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 チキン買いたかったんだけど、200台だったんだよ。そうなんですよ。だからこのゲームって面白いのよ。そうだな。うまっ。うまそう。うん、うまっ。テリヤキうまっ。めっちゃうまいよ。さっぱり。さっきね、サスケさん、お二人がバジルにしてくれたらっていうのもありましたけど、サスケさんがクリスピーでもいけたんじゃないですかっていう考え方もあるんで、誰かのせいとか言いましょう。あ、え、ま、あ、え、ストップ王さん。
どういう ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと変な方向いてる。二人がバジルだったらって言い始めたのは俺じゃなくて金魚姉さんですよ。先に言ったのは、そこに私は乗らせていただいたの。だから金魚姉さんがきっかけなのよ。このでもそのバジル姉さんがその二つっていう前に、その前にふっかけてきたのはバジル姉さんだよ。僕は別にその可能性もあったんだ的な言い方だったんですけど、責めるわけじゃないんだけどってね。そう、その前にふっかけてきたのね。ダークサイド、ダークサイド。分かった、じゃあ分かった、ストップ姉さん。その一言によって邪悪なおばさんが出てくる可能性あるから。なるほど、気をつけろ。やめろやめろやめろ。ちょっとでも匂いが嗅ぐったら切っちゃうから。パペットしろだから。一滴でもチートらしたらもうグーッとシャークおばさん。え、邪悪シャークおばさん。邪悪シャーク。邪悪シャーク。邪悪シャーク。でもそれを見たところでサメ悪いものだってなんないの。しょうがない。しょうがない。しょうがない。修正なんだ。サメ止まれないの。美味しい。もうペロンリンチョ。ごちそうさまでした。はい、言うてまだ3店舗。まあ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 、棒好きな娘さん、次の店舗決めなよ。行こう。じゃあね、次はね、あそこ行っちゃう。ちょっと変に行くよ。ここからファイン。おー、ここからファイン。ここからファイン。松木屋とかじゃなくて娘さん、ここからファインよく買いに行くんだよね。買いに行くんだよね。結構知ってる。ちょっと売ってるものが分かんない。そうそう、俺も何食べ物何売ってるのか分かんないわ。薬局お菓子とか、うん、あイメージある。カロリーバー、うん、健康食品的なね、プロテインバーみたいな売ってるイメージあるから。そうそう、これ意外と揃うかもしれない。そう、結構結構いけそうな気がするんだよ。いけそうな気がする。行こう。ここからファインに来ました。薬局だよねこれ。ファインって作るぐらいだから、うん、ファインプレー出して終わらしちゃいましょう。さすがうちの金魚色違うわ。ありがとうございます。やっぱりね、もういい感じのお腹になったから。そう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 、ちょっと言って、はい、低すぎちゃう傾向あるから、そうだね、ここちゃんと考えようね。そこだけ譲りすぎない。空気読んで、空気読んで、空気読んで、空気って数問以外もね、読むものもあるあるから。あれなんかすごい、なんかくとって怖かった。あれすごいゆっくり。あれからファイン、あれからファイン、何あれからファインって。あ、冷た、人に冷た。助けてくれた人にその態度。ちょっと不穏な空気だから、もう行きましょう。ただいま、ただいま、帰ってきました。はい、誰行く。ファイン姉さんで終わらせます。あ、ファイン姉で終わらせます。じゃあ俺から行く。私考えました。ウォーキングいつもカロリー高いもん。ちょっと考えろ。低いもの行ってきました。こちらキューピーコーアアルバーチャージ。こちら72キロカロリーです。こっち行った。だいぶ低いね。こっち行った。じゃあ逆に俺も考えました。サスケなんかいつも低いの行ってないって思われたい。思われたいの。思われたかった。なので今回はちょっと高め設定で行かせていただきます。思われたいのに高め設定行くの。でも思われてるなんてその時思ったんだよ。怖い。顔怖かったな今の。こちら一本満足は怖いの。え、それどうなの。カロリー、はい、326。あー、まあ70にいってるから、うん、マジだいぶちょうどいいよ。今398だもん。いいめちゃめちゃいいよ。いいよ。パインさん久しぶりに低く行きがちだと思った。わかるわかる。ちょい高め。ほーら、俺そうね、行くと思ったんだよ金魚。どんでした。うん、オッケー。私が買った商品はこちら、技のこだわり。うわー、おせんべい。うわー、どんぐらいなの。どのぐらいなんだろう。おせんべい400。847だから150とか。ほら、行っちゃいましょう。私といえばさ、カロリー、私のカロリー女性だからやっぱり。女性だから。カロリー少なめ。今どちらかというとこちらパンパイのみー。うわー、どっちだ。これ高そう。カロリー見て、夜のパイのみー。これはえぐいよ。これは。はい。375キロ。今行けたのに。上かー。1222。ダメだった。次やってよ。いやもう。もう言ってみたこと言ってもしょうがないもん。食べよう。すっごいぎっしり。これめっちゃ美味しいよね。うまっ。これめっちゃ美味しいよね。パイのみー。あ、終わった。早っ。さっきパイのみーっていただきます。確かにお菓子目についたよね。チョコはさ、いっちゃうかなって。カカオ72のやつめっちゃ低かった。あ、そうなんだ。70代、いや、そう、100以下でした。それ行こうと思ったんですけど、やっぱみんな低いくと思ってた。低い方行くと思うよね。思いました。あ、ところ、分かる分かる分かる。並び見ると。だから逆に言えば、みんなチームのこと思ってた。そうだ、みんなはそう思ったもんね。うわ、5店舗目か。お腹いっぱいになってきたよ。カロリーむずいよこれ。難しいな意外と。1個食べてあげない。なんだろ。ルールだから。マジで意味わかんない。おねえみたいな。マジで意味わかんない。マジで急に絡んでくる。絡んでくる。変な人。でも本当美味しそうじゃんそれ。いや、めっちゃくちゃうまそう。1個食べてあげない。それなんでハマってんだ。ハマってるんだよ。はい。おぉ。まあせんべい待ちになっちゃうね。でもこれ好きだからいけます。やっぱりさ、みんなが生き慣れてるところがいいって。
なるほどね。なるほどね。確かに結局だからそうなんとなくわかるもんね。みんながあれだ。そう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 。まあ、牛丼とか。ああ。でも前回ほら吉野家行ったから好きやでしょ。オッケー。本当だ。本当だ。よっしゃ。じゃあ次好きやだ。よし。スキヤさんにやってまいりました。よっしゃ。もう正直言っていいですか、僕楽しいから長引かしてました、すいません。頼むよ。あったな。俺も正直地下道3日間嫌で伸ばしてました。え、2回目でもそれ終わってたじゃん。継続してたんです。じゃあもう終わらせましょうか。もうスキヤさんでさ、スキヤさんでフィニッシュ。はい、買ってきました。買ってきました。私はですね、やっぱり牛丼屋って高くなるイメージはものすごくあるじゃないですか。なので安い方に回ったんですけど、安すぎちゃうとまたちょっとね混乱を生むんで。安いって低いって。低い低い低い。シャーク、シャーク、シャーク、アゴシャーク、アゴシャーク、シャーク。本当に。というわけで、はい、私が買ってきたのは、はい、マグロたたき皿。これマグロのたたき丼の上の部分ですね。マグロのたたき丼。あ、そっか、丼あるんだ。米がないのね。そう、こちらのカロリーが179。おお、低でいった。低い。はい。じゃあ私金魚、ちょい高が欲せられると思ったんで、商品はこちら、お子様そぼろ。お子様そぼろ。カロリー336。あー、ちょい高だ。515。この展開を繰り返せば、繰り返せばマジでいけます。じゃあ、いますよ。作っちゃっていいですか、その展開。え、私さっきからずっと上だったんですよ。上だ。なので今回は上です。あえて上にしました。ここでさ、ここでまた下に行ったら、あ、空気をね、読んで変に下が多すぎちゃったらダメだから上の方行きました、うん、私が買ってきたのはこちら、お子様チーズカレー。おお、これがですね、あるんだね。はい、331キロ。おお、マジで、ね、マジでだ。今846。マジでじゃん。124から184。ああ、マジである。これは行く。え、マジであるじゃん。行くぞ。わかりました。終わらせましょう。頼む。みんなの期待に応えて、私が買ってきたのは牛皿。え、マジで。牛皿並。待って待って、米なし。うわ、マジである。マジである。待って待って待って。おやめねー。カロリーは317。うわー、そんな強えの。上だったか。そっかそっか。ということで合計は1163。うわー、とちょっとか。ちょっとさ、気引き締めない。楽しいからってちょっとね、浮かれちゃってます。浮かれちゃってる。もっと相手のこと考えよう。今でも考えてるんですけど。そうそうそう、もっとまだ考えれる。いただきます。まだいける。まだいける。いただきます。うまっ。初めて食ったけどね、美味しそうだよ、それね。うまっ。うん、やっぱみんないいとこは、自分が高いってたくさん食べるって方を選んでるっていうのはね、うん、ずっと高が多いってことは、うん、結構お腹もね、うん、来てるからね、相当みんなね、うん、いい感じ、ね、いい。これでね、引くばっかだったら、うん、え、自分さえ良ければいいのってなっちゃうけど、お前もっと食えよってね、はい、高いってるからね、うん、5店舗やってきて高いって低いってとか、はい、その統計をね、それをそういうことによってなんか誰かがこう調べちゃったりとかすると、低をすごい言ってるよこいつっていうのがバレちゃう人もいるからね、あんま皆さん統計取らないように争わせたい。だから血をまかないように、自分の定期って自分で血まいて自分で興奮してますよ。自分のいる場所に今くるくる回ってる。自分の自分で巻いた。自分の血なのに。自分の血。自分の血なのに。怖すぎるでしょ。さあ、終わりました。一緒。はい、うん、美味しいから食べれちゃいますね。これうまそうだな。うまそう。お子様でも大満足、ごちそうさまでした。お子様です。次どこ行くか。いいですか、じゃあ俺が。はい、はい、次。ファミリーマートの次あたりから、やっぱ前回行ってなかったこと攻めてみようみたいな感じになってるでしょ。で、ミスドは行ってなくていいでしょ。はいはいはい。ミスド。ミスドね、カロリー全体的に高そうだな。だけど、ドリンクとかもあるから。確かにね。調整は効く。よし。決めよう。続いては、私の希望でミサドナさんになりました。はい、はい、はい。おかしい。こんなに合わないのおかしい。もういい加減合わないと前回の記録越しちゃうから本当ね、やめよう。やめよう。この時間もさ、地下道掘ってんのよ。え、音聞こえてくる。そう、え、掘ってる。ガガガガガガって言ってる。やばいじゃん。もう行こう。もう終わらせましょう。ミスドで終わろう。はい、するがよ。それではみんな一緒にカモン。オッケー、ミスド。ミスド。じゃ自信あるよって人、おい。おい、じゃあ一発目出してもらっていいですか。そんな言うなら。そうだな。ミスドさん、見させてもらいました。200台多かったですね。多い、マジで多い。ってことはですよ、そうなの、下か上かもはっきりしてるんですよ。ですから僕はさっきから上行ってるんで、また上行かしてもらいました。なるほどなるほどなるほど。はい、僕が選んだ商品はこちら、ホットドッグ。ホットドッグ。カロリーは331。
おー、どうですか、でかいね。331ね。問題はもう2人目が上行かしたか。俺の勘だけど多分この人棒状でしょうかっていうの。ああ。いつの棒といえばこちらです。せーの、バン、チーズ。棒じゃん。え、待って、チーズ乗ってるからさらにカロリー上なんだよ。上じゃん。366キロカロリー。ああ、697。だからもう150とかぐらいじゃない。やばい、アゴキング下行きました。ああ、キング、ありがとう、キング。空気どのぐらいしたかよ。そうだね、確かに。私が行ったのはこちら、じゃん。うわ、チョコホイップ。わ、え、これでも下なの。194。うわ、あー、どっかギリだった。やばい。まあ891。140でマックスが140以下だったら、私はこちらポンデリングプレーン。めっちゃいいんじゃん、プレーンじゃん。しかもで、これと比べてみて、こっちの方がカロリー確かに少なそうでしょ。こちらのカロリーは100。おー、94。あー、1080。惜しい、惜しい。1085。めっちゃ惜しい。あと50。いいね、娘さん大丈夫大丈夫、全然覚えてない、まだ覚えてない。ちょっと待って、待って。でもこれでちょっとそれぞれのあれが分かってきた。分かってきた、分かってきた。次だ、いただきます。美味しそう。うわ、パンが本格的なやつ。うまい。最後の一口です。ありがとうございました。うん、うまい。じゃあお店どうするか。次どうするかな。前回行ってないの結構ないよね。どこ。あ、スタバ。ああ、いい。でも多分パン系食べてるから今喉乾いてると思うんだよ。ああ、乾いてる乾いてる。でもそのドリンクに結構振り幅ある。あるよ、確かに。スタバはあるよ。いい、行こう。15年前からずっといいこと言い続けてるな。エモいね。15年前から。なんで唇一回止めたの。味噌行きます。いや、味噌終わったんだよ。味噌じゃない。もう一回行きます。もう一回行ったっていいんだよ。スターバックス着きました。スタバ終わらそう。もう散々データ取った。スタバめっちゃ行くじゃん。もう言えるでしょ。もうマジで行きます。でもサスケさんはトイレ行きたいから喋らない。よし行こう。はい、行こう。行こう。はい、スタバ行きたいです。え、一番最初ですか。はい、いいですね。行きたいとかあるの。ある。うん、ちょっと俺今までちょっとビクビクしながら人生送ってました。あの、こんなこと言われたら嫌だなとか、傷ついちゃうなっていう。え、ここまでずっと。ずっとです。もう、この何年もずっと思ったんですけど、初めてです。自分から行きたいなっていう覚悟を決めた。それぐらい自信あるし。終わろう。7店舗目ですからね、ここ。これで終わらないともう並ぶんでしょ。うわ、マジか。そうだよ、やばいよ。スタバは結構カロリー高め、やっぱり。飲み物って言えね。そう。で、選んだのがこちらです。カラカラカラ。ヨーグルトです。おー、出た。こちらのヨーグルトのカロリーは68キロカロリー。おー、いい、引く。すごいじゃん。くんな、いい、引く。相当少なくしないといけないと思ったんだね。すごい、今日一じゃない。謙虚さも身につけた感じする。ってことはもう本当にもう謙虚さもあってスーパーマンですよね。あと何があるんですか。謙虚さもあるから、それ知るねって言わせたから僕が今言ってましたよね。謙虚さも身につけた。さっきのを学習する、学習能力ある。学習能力か。学習能力、はいはい。謙虚さ、学習能力。学習能力、はい。愚痴もあるってさ、そうなんでもないだろ。怖っ。怖っ。今見て見て。目あったら。くちゃくちゃくちゃ。唇だけしか動いてない。じゃあ次、金魚。終わらせた。終わらせた。終わらせた。頼むよ。私、金魚。これは上でしょ。何、何、そうなんだよ。上でしょ、金魚もう。金魚上でしょ、これ。届いてます。おーい、結構ずっと上で来てるもんね。はい、金魚が買った商品は粗挽きソーセージパテ&スクランブルエッグ。おぉ、マフィンのやつね。これどのぐらいなんだろう。350ぐらいだ。そのぐらいかな、多分そのぐらいだと思う。カロリーは320。おぉ、どうですかこれ。え、388ってこと。うん、なるほどね。いいですか、行っちゃって。はい、私、スタバ好きな人買ってきました。上、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 上。こちらです、じゃん。抹茶クリームフラペチーノのグランデ。グランデ行ったの。これグランデなの。グランデ行ったの。結構上じゃん。やばいよ、グランデ。大丈夫ですか。グランデなんですが、私はホイップ苦手なのさんなんで、ホイップなしの無脂肪にさせていただいたんで、こちらなんとカロリーが310キロカロリー。おお、あんまりなんだ。そう、意外とちょっと少ない。どうなの。今698。約700。だから300だ。300でいいんだよ。だから逆に300から330。終わらせましょう。アゴキング買ってきたのはこちら、じゃん。スターバックスラテアイスのトールサイズです。こちらのカロリー
125。そうなっちゃうね、そうなっちゃうね、そう。合計が823。うわあと150ぐらい。残念。元気出していこう。元気出していこう。元気出していこう。あれ、ふきふき持ってきて。いただきます。あー、うめえ。うめえ。めっちゃバーガー食べた。あえてバーガー行ったの。300ギリのがバーガーぐらい。なるほどね。行きすぎずってことだね。行きすぎず。で、こうなると今っと行けたんだってなっちゃうね。そうなんすね。譲り合いすぎた。うん、食べたい。時間かかるよね。飲め早く。フラペチーノって時間かかるよね。次どうするかだよね。品数が多いってことがいい気すんな。確かに。レバーもあるし。そう。おっしゃ、ちょっと歩いて決めようじゃん、とりあえず。あ、もう、あ、もう見つけたところ行くってことね。ピンときたのいい。なるほどね。いいかもしんない、決め打ちより。確かに。一回、頭回して。マイバスケット見つかりました。マイバス、マイバスケットはみんな行ったことあるし、よく見るし、品揃えがいい。ここで揃わなかったら俺はもう難しいと思っている。みんな見えてますか？見えてます。覚悟があるこのフェイスを決めます。ここで行くぞ。いやー、品揃え素晴らしいですね。いや、素晴らしかったです。さすがマイバスケット。はい、迷っちゃうぐらいね。でもなんかすごい遅くなかった。一発目だった。一番最初多分レジで売って、はい、戻ってきたんだけど、はい、2回やったのよ。なんで買い直したんですか？んこれなんだっけ、今日今日のやつなんだったっけ。カロリーで、カロリーのカロリーみんなで合わせて1000キロカロリー。値段じゃなかったっけ。値段どういうことですか？前回じゃん。前回だね。じゃあ私ずっと前回もやってた。これ7店舗ぐらいずっと値段やったの。今だけ、今ね、なんかね、値段をね、買っちゃってたのよ。うわ、あ、じゃあ娘からいくか。いいの。ごめんなさい、まだ僕納得できないんですよ。そんなわけないっすね。急に、いや、1店舗目ならマジでわかるんですよ。ごめんなさい、理由だけ知りたい。いや、前回のがバキちゃったんだろうね。そう、急に8店舗目で決めちゃった。ボメで急に。だからマジで学生時代とか英語のテスト中に漢字書くとかもあったってことですよ。え、でも英語のテストの場合さ、いきなり英語のテストで来るわけじゃん。で、この人の場合はさ、7店舗やってるわけじゃん。そうなんだ。だからテストで言ったら1から6限目でテストですよって言われてて、まあ教科書見ないで普通に行けるでしょ。でも6限目でいきなり教科書見ないで出して出してってことでしょ。やっちゃいけないの。怖っ。じゃあちょっと娘さん出してもらいます。もう大丈夫ですか？いや、ちょっとまだ納得できない。どういうことなの。これね、これ普通にやってたら、うん、生きてこれだよ。これが曲がり通ってたら、彼女の中で。そっか、みんな、え、みんなちゃんとこれでコロリで買ってた。当たり前だろ。マイバスさんってさ、でかいのよ、数字が。わかる？あ、お金のね。お金の。ドーンと。ボンって書いてあるから、そこに目いっちゃった。これで終わんなかったらもう終わんないよ、多分。いや、もう出そう、じゃあ。え、いいんですか？私買って。どうぞ。行きましょう。私が買ってきたのはこちらです。若鶏もも肉の醤油唐揚げ。結構ありそうだけど。結構ありそうだけど。なんとですね、312キロぐらい。意外とヘルシー？意外と落ち着いてんだ。ヘルシーと思っちゃう。じゃあ次、私行ってきたのは、こちら、じゃん。手巻き寿司明太ツナマヨネーズ。これカロリーが175キロカロリー。今487。あ、ちょうど半分だ。めちゃくちゃいい。めちゃいい。487。半分か。え、大場500？弱気。いや、俺がさ、もし次上行くじゃん。でも金魚が下とかっていう。そうだね、この感じはそうだね。結構だから俺大事になってきちゃう。常にですよ。本当そうなんか、今回だけ僕が背負ってるみたいな言い方するんですけど、なんか良くないよ、常にみんな同じぐらい誰一人のミスも許されない。はい、任してよ。それは私頼めよ。何ですか？頼む。なんかその言い方怖いな。すげえ。何笑ってんだよ。何笑ってんだよ。やめて、ほんとやめて。値段で買ったのか。値段で買ったのか。やってる、同じミスやってる。いいですか？どうぞ。いなり寿司。うわ、出た。こちらのカロリーは192。下だ。ギリなんだ。679。これ300でいいわけじゃん。301。皆さん、僕今までどれだけの数の300食ってきた。確かにね、今日ずっと300いってるもんね、ほぼ。300台を預けてくださってありがとうございます。多分300か？300台だったらかなり可能性高い。私金魚が買った商品はキンパ風巻き寿司。量多いね。ちょっとやばい。美味しそう美味しそう。だってこの米で200だから、これ倍ぐらいだから400あるんじゃない？キンパ風巻き寿司のカロリーは300。
36! え？え？1015! 1015! 1015! よっしゃー！前回と8だから。うわー、8の壁があるんだ。なんだろう、8がすごいんだ。8壁だ。よっしゃー、すごいじゃん。ほぼ引く。はい、おかえり。すっごい、みんな食べてる間取っておいた。なり。その一言っているの？それによって何が生まれるかだけ教えて。僕言います。今言えよ。時間置いて言いたいんです。もう言って。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おーい。というわけで前回と一緒の8。8でしたね。なんか今回もっと早く終わるかなと思ったもん。いや、思いました。で、あと実際10ずつ絞ってますからね。確かにね。難しくしてますからより。あと値段の場合は高いくて量が多いじゃん、イコールだからそういうの好きなんだなって分かるけど、カロリーの場合さ、もし何キロカロリー好きそうだなっていう。確かに確かにね、分かんねえんだよ。相場がないんですよね。そうそう、だから決断力、そして団結力、これが揃ってないと無理ですよ、うん、なのでこれをやったことによってまた1個団結力、はい、グッとね、グッと上がったんで、はい、もう第3回、まあ、同じ企画ではやってきないんで、カロリー値段じゃなく、カロリーなんだろう。まあ、後でいいです。それはそれぞれ。はい、引き続きこの動画面白いと思った方、いいねボタン、チャンネル登録絶対してね。お願いします。また見てね。ミッションズを捕まえろ、追い出すぞ。いつものシルクロード以上のものがもしかしたら見えるかもしれない。オーケー、やばいやばい、あ、ダメだこれは。なに、サスケちゃん同類だからね。同類だからね。